どうも、皆さん、こんにちは。通りすがりのです。本日から新企画始まります。題して、土日のネタが思いつかなかったら、早朝起きてん？あ、違うな。土日のネタが思いつかなかったら、朝早起きしてゴミ拾い、イエーイということで、まあ、今日からですね、今週からか、土日の動画のネタが思いつかなかったら、土日のね、どっちが朝早く起きてゴミ拾いをするっていう、もう単純明快な企画でございます。まあ、動画のネタのためだろうとか、まあ、偽善だろうとかね、言う人いると思うけど、まあ、別に俺、飲食店で、騒いだりしてないし、で、一人でお母さんが切り盛りしてる飲食店を罵倒したりしてないんでね。はい。まあ、てな感じでね、まあ、今ね、朝の、まあ、6時半ですけどもね、まあ、外もちょっと明るくなってきてるんですけど、やっていきたいと思います。始めて通りすがりの、いやでもやっぱりね、土曜の朝ということもあってか、全然人がいないね。まあ、うちのチャンネルはね、動画のネタに困ったら清掃活動しがちなんでね、まあ、そこんとこよろしくお願いします。いやでもね、朝からのゴミ拾いはやっぱりね、気持ちいいですね。うん、気分が上がりますよ、ほんと。ここはですね、博多駅から向こう博多湾まで一直線の道路なんですけど、まあね、大博通りって言うんですけど、東京で言う、なんだ、八重洲通りみたいな感じかな。あ、ちょっと今あれだ、寝起きだから適当に言ってるから多分合ってない。よくこれ見て吸えるな。マジでね、ゴミのほとんどがタバコなんですよ。タバコの箱と、タバコの吸い殻かな。もう本当にね、多分喫煙者はね、タバコ吸うことによってポイ捨てしちゃいけないっていう考えがね、欠如するんでしょうね。いやもう本当に、もう本当喫煙者はね、悪ですわ。はい、ってな感じで、終わりたいと思います。通りすがりの、あ、ということで、今回第1回はね、ネタが思いつかなかったらゴミ拾いの企画を終わりたいと思います。まあ、ゴミね、見てて思ったんですけど、まあ、基本的にね、ファミマのゴミが多いわ。やっぱね、ファミマの利用者はね、その程度ですね。天下のローソンにはね、勝てない。ローソンのゴミ1個もなかった。セブンイレブンがちらほらあったんだけど、まあ、やっぱファミチキがね、一番多かったね。やっぱローソンの利用者はね、いい人が多いんで、皆さんもいい人になりたかったらローソン利用しましょう。ということで、以上で終わりたいと思います。まあ、第2回あるかわかんないけどね。でもやっぱ、朝からゴミを拾うっていうのはやっぱ気持ちがいいよ。本当に。社会貢献してるしね、あと、ゴミ拾いで。まあ、やっぱ次回もね、やっていきたい。いや、もうやらねえよ。いやいやいや、もう、いいよ。なんで俺がいい人にならなきゃいけないの？本当。いや、もう、第1回で終わりです。この企画。もう終わり終わり。いや、もうしねえよ。もうしません。はい。バイバーイ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。すると、ヒプノリスクの中に、意識がスーッと吸い込まれていきます。